次に斉藤元雄議員に発言を許します。斉藤元雄議員。私は3件通告してあります。まず議案第48号、平成24年度会津若松市一般会計補正予算第3号歳出の部第2巻総務費第7項東日本大震災対策費第3目地域給付金費、地域給付金事業費、について、お伺いいたしますが、概要について、多くはただいま同僚議員が質疑されました。先ほど市の考え方としてもですね、県内の線引きをもって、会津地方そして県内地域に対してこの給付金という形になったことに対する経過あるいは市の考え方がありましたけれども、これをもって、東京電力あるいは国の責任を不問にするものではないというそういう考え方も市長から今示されたところであります。その方向で、ぜひ進めるべきだということを、申し上げながら、ただいまの質疑の中で、出てきたことにも若干関与しますけれども、システム開発等委託料についてお伺いします。定額給付金事業のときに、やはり同様な形であったと思うんですが、使用が終わったシステムに対して、市として、それをですね、廃棄したり、あるいは処分、要するに使わなくなるというような場合にですね、どんな扱いを持っているのか、で定額給付金のときのシステムは今も生きていて、今回の開発委託ということと回収ではどういうふうに違うのか、そこをお伺いしたいと思います。市民部長。今般の事務を進めるにあたって、システム開発を予定しておるわけでございますが、過去の定額給付金のときにあったシステム、ある意味ではそういったものも活用できたのではないかという趣旨なのかもしれませんが、今般の事務につきましては、給付金、定額給付金のときとは内容をかなり異にしているところがございます。形としては同じように見えますが、運用の具体的な内容におきましてはかなりその取り扱いに違いがあるといったこともありまして、また短期間の間にかなり事務を請求に進めていくという観点からいたしますと、今回新たにその回収に時間をかけるのではなくて、新たなものを作った方が逆に早いという判断ごともございまして、今回システム開発の委託をさせていただくという経過に至ったところでございます。斉藤元議員。なるほど、時間的な問題、スピード感を持って対応するという考え方のもとで開発するんだということは理解しました。で、市の基本的な考え方として、さまざま、今、システムが市の行政分野にわたって行われているけれども、原則的なところ、総務部にお伺いしたいんですけど、システム、それを今後に生かせるっていうものも多数あるんだろうと思うんですね。利用が一時終わったとしても改良を進められるっていう、そこでの原則、廃棄するかしないかについての基準とか、ルールっていうのはあるんでしょうか。総務部長。システムの中には2つございまして、自前で開発しているものと、あと業者に委託して一定程度のメンテナンスなり権利があるものと2つございますけれども、まず自前で開発しているものについては当然権利関係が引き継がれますので、システムのソフトとしては残っておりますから、使う必要が生じてきた場合、それを活用できる場合は使うという格好になろうかと思います。で、あともう一つ、その権利関係の部分で業者に委託してその時の契約の内容によってその権利関係が切れているか切れてないか、その辺の整理をした上でその回収で済むものはするという格好にはなろうかと思いますが、基本的には、今あるもの、あるいは
全く新しく作った方がいいのかというのは、効率性なり使い勝手の良さ、あるいは経費の面、そういったものを総合的に考えて対応しているというところでございます。斉藤元議員。わかりました。で先ほど同僚議員の質問の質疑の中でもコールセンター業務についてありましたけれども、やはり市民から相当な問い合わせ等が想定されるということがあると思うんですけれども、市としてはですね、この積算コールセンター業務委託についての積算をですね、どのように考えて行ったんでしょうか。市民部長。コールセンターについてのお尋ねでございますけれども、大きな話といたしましては、コールセンターにつきましては忙しいとき、若干時間に余裕ができたときということによって対応が異なってくるわけでございますが、制度や申請方法といったような基本的なところについてのお問い合わせ等に対応する業務としては6人から12人ぐらいの方々をお願いしたいというふうに思っております。で、今度は実際に申請された方の中から申請書が届いているかなどの個別具体的なところについての紹介事があろうかと思います。こういったことについての対応としては4人から7人ぐらいの方々というふうに考えておりまして、それらの人件費等々に関わりますお金を業務委託の委託料として積算しているところでございます。斉藤元議員。そうしますと、その、震災対策室においてですね、市民の問い合わせ等に応じるという体制を取るよりは、委託した方が、財政的に、安く、また早く対応できるという考え方なのかと思うんですが、私がお伺いしたかったのは、市長や市民との共同をおっしゃってますけれども、可能な限り直接市が、市民と接しられるようなそういう場面というのは自らやはり確保しておく必要があるのではないかと。今回の事業の特殊性ということでいえば、スピーディーにスピード感を持って行うということであれば、やむを得ないのかと思いますけれども、やはりそういう直接市がご説明をする、疑問に答えるというような対応は今後ともですね、多くの場面で考えていくべきだと思うんですが、それは指摘だけにしておきます。それでは続きまして、次の質疑に移ります。同じく議案第48号平成24年度会津若松市一般会計補正予算第3号歳出の部第2巻総務費第7項東日本大震災対策費第2目放射線安全対策費、内部被曝線量測定事業費についてお伺いします。この予算についてはですね、まず一つには、責任ある説明を市民に対して行えるような体制が取られるのかどうかという観点、さらには、市民の利用のしやすさへの配慮は、どうなされているのか、そしてさらに、本市に在住する避難者が利用できるための対応がなされているのかという3つの観点からお伺いしたいと思います。まず事業の概要と目的、効果についての考え方をお示しください。健康福祉部長。事業の目的と効果についてのお尋ねでございます。事業の目的でございますが、今会津若松市は空間線量等は県内の中では低い地域だということが一つございます。で、食品であるとか、空間線量も各エリア測定してございますけれども、比較的というか、ND の食品については ND の場合が多い。しかし、体にの中に入ったものについての測定はほとんど行われていないというふうに考えてございます。そうした中にあって、放射能に対する市在住の方の不安の解消を図っていくということは、今後数年間にわたって非常に安全安心を図る、に暮らしていくため
いただくためにも重要なことだろうというふうに思ってございます。これが目的でございまして、そういった目的に沿って今回寄付申し出があったホールボディカウンターを活用して内部被曝線量測定をすることによって、先ほど申し上げましたとおり市民の安全安心の確保を図るという効果を狙ったものでございます。以上でございます。斉藤元議員。それではですね、経費の内訳のうちですね、事務費345万1000円が計上されているわけでありますけれども、まあ、これはホールボディカウンターを使っての検査体制に関わる直接的な経費というのはここになるのかと思うんですが、ご説明をいただきたいと思います。健康福祉部長。予算の内訳に関するお尋ねでございます。歳出予算歳入398万2000円ほど組んでございます。でこの中で大きな費目を占めるのは2名ほど臨時職員を雇用いたしまして、この検査に当たるということでございまして、それに関する例えば共済費、それから賃金等々、これらについて約200万ほどを予定してございます。それから消耗品、光熱水費、燃料費等で28万ほど、それから保守点検費48万ほど必要となりますので、これを予定してございます。それから備品購入費としてパーテーションでありますとか、プリンター、あと空調にかかるスポットエアコン2台、これらが56万6千ほど計上しているところでございます。内容は以上でございます。斉藤元議員。2名の体制で、検査を行っていくということであります。で予算の説明書の中においては、ですね、捜査員という言い方をしておりますね。まあ、これを見る限りにおいては専門的な機器や、あるいはその検査結果について説明のできる方とは違うのかなと思うんですが、どういう方がこの臨時で入って対応されるんでしょう。健康福祉部長。臨時職員の内容についてのお尋ねでございますけれども、議員ご質問のとおり、臨時職員につきまして2名の方につきましては、一般的な業務を行っている方を想定してございます。ただしその研修については、私どもの職員とともに寄贈の申し出のあったプロダクション側から専門家の大学教授クラス2名を派遣していただきますので、研修をそこの中で相当期間かけて実施する予定となってございます。ですから、そういった内容を踏まえて十分説明ができるような体制を構築していきたい、こんなふうに考えてございます。斉藤元議員。そこは可能な限り 対策を取っていただきたいとは思うんですけれども、しかし十分な説明対応ができるようにとはおっしゃいますけれども、やっぱり専門家じゃないわけですから、次の策といいますか、その検査を受けた市民が安心できるためには、じゃあその捜査員だけで答えきれなかったところをどうするかという対応だって考えておく必要があるんじゃないかと思うんですが、いかがでしょうか。健康福祉部長。検査結果等に対する受診者の、まあ、議員に対する回答の仕方ということでございますけれども、当然検査を受けていただいた方にはその場でお渡しする紙もございます。でこれは直接読みではなくて、ある程度1年間の線量を予定した内容での交付になるかと思いますけれども、そういった内容を交付させていただきながら、もっと詳細にといった場合には、当然、職員がそれらを整理いたしまして改めてのお答えという場面も出てくるかと思います。さらにはそれよりもっと詳しい場合には、先ほどご案内申し上げました
大学の先生2名ほど私どもの、まあ、アドバイザー的なものになっていただけるということも聞いておりますので、そういった方々への問い合わせをしながら対応を図っていきたいというふうに思います。斉藤元議員。すでにホールボディカウンターを使って、住民の健康調査をしている、内部被曝の調査をしている実例はたくさん出ているだろうと思うんですね。そこで出てくるさまざまな検査を受けた方の問いかけに対する、まあ、Q&A のようなものをですね、事前に想定して作っておくということも、これは有効ではないかと思いますので、ぜひそれはご検討いただきたいし、あとそういったものをですね、実際にこれからこの検査を市が始める前にですね、作っておくことを検討していただきたいのと、まあ、ホームページ等にもですね、アップしていただく、でホームページだけではなくて、やっぱり紙情報としてもそういうのを用意しておくということを、これはすべきだというふうに指摘しておきたいと思います。それからこの内部被曝の検査を受けられる対象者でありますが、これは避難されている大熊町等の住民の方も対象というふうに伺っておりますが、どういうふうに考えられておりますでしょうか。健康福祉部長。ホールボディカウンターにつきましては、測定時間約10分ぐらい要するわけでございますけれども、説明を含めますと測定時間約30分弱というふうに想定してございます。でまず年齢の方から申し上げますと、一応対象は4歳以上の市民、まあ、これは市内に居住されている方を含むということを考えてございますので、当然避難されている方も含むという考えでございます。で、0歳はどうかというふうに考えましたときに、その椅子に10分間座っていただける状況を確保できれば0歳でも測れるという内容でございまして、今4歳と申し上げましたのは、なんとかこう10分間座っていただけるような、もちろん面前にテレビと置いて、椅子に座って10分間座っていただけるような措置は取りたいと思っております。以上でございます。斉藤元議員。本市に在住する方ということですから、その避難者も入るというご答弁でありました。大熊町の方以外にも市内には南相馬の方500人以上がおられます。さらにはですね、県内自主避難の方が、おられます。でこの県内自主避難の方々の中には住民票を移動していないという方もいらっしゃいますが、こういった方も対象にすべきだと思うんです。その方々は、町内会費を払いながら、住民票は移動してないけれども、町内会費を払いながら本市において生活しているという実態があるんですが、こういった点、対象に入っていますでしょうか。健康福祉部長。私先ほど居住されている方というふうに申し上げましたので、今議員お正しの方々についても検査を受けていただけるものと考えてございます。斉藤元議員。はい、了解しました。で、設置場所なんですけれども、市民の方が、やはりこう利用しやすいというような、形で言えば、さまざま検討された中で、行われたと思うんですが、どういう検討経過でどこに設置するかということをお示しいただきたいと思います。健康福祉部長。設置場所を川東保健センターに決定した経過ということで、ございます。まず設置にあたっての前提条件、これは寄付者側の意向もございましたので、かなり絞り込みをしてございます。で当たってみたのは、まず本庁舎周辺、各支所、それから健康福祉部の所管施設、まあ、各保健センターを含めてということでございます。で前提条件は、受付から実施まで完結できる、当然電話ファックスの設備がある、それから検査結果の安定、汚染等の危険を避けるために可能な限り空調の個室に設置したいする必要があるというのがございます。から3番目に、
衣替えの洋服を着替えていく、いただく必要がございますので、これは土ぼこり等の付着を、避けるということがございますので、ある程度の着替えスペースが必要だ、さらに一定結果が出るまで一定時間待っていただく必要もございますので、待合スペース、が必要だと、こういった条件を踏まえてさまざま検討をいたしました。で、その結果、現在、私どもが予定しております川東保健センターの2階スペースが一番適しているという判断に至ったところでございます。以上でございます。斉藤元議員。川東がスペース的にふさわしいという判断されたということでありますが、そのこと自体に異議を感じているわけではありません。交通の、なんて言いますか、移動の足をですね、確保できない高齢者等に対する配慮、これをどんなふうに考えていくか、コミュニティバスも走っておりますけれども、その沿線に出るまでに時間のかかる、市民もおられるわけでありますね、そういった方々が、利用できるようなその移動の問題について、やはり検討しておく必要があるのではないかと思うんですが、その点はいかがでしょうか。健康福祉部長。まず第一番目に移動の部分でございますが、考えましたのは、やはり、中心市街地部分での私どもの施設については、駐車場が非常に狭隘だというのが一つございます。そのために各種事業を周辺、保健センター等にこう割り振っている部分が現状あるというのが一つございます。それから、そういったことを考えますと、川東保健センターは、公民館部分を含めて、駐車スペースはかなり確保できる部分があるというのが一つございます。で、さらにはコミュニティバス走っているわけですけれども、川東保健センターの近くで言えば川東公民館入り口、保育所のそば、広田保育所のそばになるかと思うんですが、そこが停留所になっているという部分がございます。で、仮にこの部分で、川東方面行きの第1便8時16分新名通りに乗っていただきますと、第2便は市中心方面、こちらに来るバスが9時5分、公民館入り口、というふうな、大体45分から50分ぐらいの時間差があるということで、測定には、早く行って、若干待つ人がいたとしても、一定程度の時間の幅を取って、またお帰りいただけるというのはございます。ただ、確かに全体で往復5便でございますので、その間で選択していただくということがございます。それから、例えば、中心市街地であっても、例えば、旧夜間急病センターで申し上げますと、あそこはまたバス路線からは若干遠い部分がございます。そんなにバス停での距離で比較しますと、公民館入り口とそんなに変わらない部分があるのではないか。で、さらに新名通り周辺から乗れるということも、出てきていただく必要はございますけれども、公共交通機関の利用により、測定まで行っていただける部分があるというふうなことがございまして、一定程度特別な措置はできませんけれども、一定程度検討をさせていただいたということでございます。斉藤元議員。答弁はいりませんけれども、私伺いたかったのは、乗り継ぎ乗り継ぎでそういうふうにしていくんではなくって、病院循環バスのようにですね、特別な期間だけの限定で、これ、特別じゃないですね、ごめんなさい、求めます、3年間ぐらいはやっていかれるというのは、最初、ご答弁あったと思うんですけれども、特別にですね、その路線バスの通っていないようなところを、予約の形で、検査の受付はするんでしょうから、乗り合い自動車をそこで使うだとか、なんかという手法は考えていけば、市民の皆さん、大いに助かるのではないか、利用もしやすいのではないかというふうに思いますので、その点はご検討していただきたいというふうに思います。次に、
同じく議案第48号平成24年度会津若松市一般会計補正予算第3号歳出の部第3巻民生費第2項児童福祉費第1目児童福祉総務費児童健全育成事業費についてお伺いをいたします。まずこの事業の目的と効果についてお示しください。健康福祉部長。システム導入の目的と効果についてでございます。目的でございますが、現在の子どもクラブ業務につきましては専用のシステムが導入されていないということがございまして、入退会あるいは継続利用等の利用者情報についてはそれぞれ異なるシステムで対応していると、まあ、汎用システムで対応しているという実態がございます。で、これらをそれぞれに入力したりしているものですから、利用料の負荷でありますとか収納等の情報については非常に不便をきたしている部分がある。これはご利用いただいている保護者の方にも一部不便をおかけしている実態がございます。で、現在子どもクラブ22箇所を開設してございまして、登録児童数約1000人という状況になってございます。で、これらの情報の、まあ、二重三重の管理を廃止して一元化をさせていただくことにより、まず業務の効率化を図っていきたい、それが一つございます。さらには導入の効果としては、一元化によりお使いいただいている保護者の方からの利用状況の紹介等についても正確かつ迅速に対応可能になるということを狙いまして、このシステム導入を図ったところでございます。以上でございます。斉藤元議員。効率化の最大の目的っていうのがどこにあるのかなと私なりに考えると、やはりこう入退所関係、まあ、ここで予算資料である通りなんだろうとは思うんですが、これまでそれぞれその、なんて言いますか、各児童子どもクラブが独自にその入退所の判断をしてたんではなくって、子どもか前の児童家庭か、今の子どもかの方で、これは一元的に、システムはともかくとして、一元的にペーパーの上だかどうかは分かりませんが、管理してたっていう実態だろうと思うんですが、まずそこについてお伺いしたいと思うんですが。健康福祉部長。入退所につきましては子ども課の方で一括管理と、これは当然利用料の徴収についても同じでございます。斉藤元議員。そこの中で、利用料についても一括管理をして利用料についての管理という点で改めてお伺いしたいんですけれども、まあ子どもクラブ学童保育なわけですね。学童保育、普通の保育園やなんかと同じように、やはりその保育にかける低学年の子どもたちが、健全に過ごせるようにっていうところでの事業なわけです。そういった中にあって、この子どもクラブの滞納状況、まあ、そんなに多くはないんだろうとは思うんですけれども、現状どうなっているんでしょう。はい、健康福祉部長。利用料の滞納状況でございますけれども、まず平成22年度で申し上げますと、ちょっと待ってください。これはあれですか。はい、はい、斉藤元議員。ですね、今回の一元管理システムによってですね、説明されているのは入退会とそれから継続利用あるいは利用料徴収に関する情報を一元管理というふうに言われているわけですけれども、その一元管理することによって滞納、利用料の滞納によって本来の目的である児童の健全育成という点でね、逆にやめてくださいという形で問題が出てくるような可能性はないのかという視点から現在の滞納状況をお聞きしたいということであります。はい、健康福祉部長。
子どもクラブの利用料につきましては現在月3000円、標準で3000円と1人3000円という状況にございますことから、滞納状況はそう多くなってございませんので、収納率22年度で 99.35%、23年度の収納率見込みでは 99.66% というような状況にございます。で、仮に滞納があったとしても対象を求めるのではなくて、丁寧な説明により納付をお願いしているという状況でございまして、そういう対応を図りながら納入をしていただくような対応をしているということでございます。斉藤元議員。この一元管理システムがですね、その滞納整理だとかそういう点に、なんていうか目的に、それが目的にならないように、児童の健全育成に今後とも努められる資するような仕組みとして活用をお願いしております。